はい、こてつチャンネルへようこそということで、今日はお散歩に来てみました。パッと広がるね、店頭上のものを持ってきたので、今ちょっとそこで休憩です。はい、こてつ、もうここに着くまでにね、ちょっと歩いただけやのにね、まあ暑いから仕方ないのかもしれませんが、もうこてつはバテバテです。もう帰ろうみたいな雰囲気もちょっとあるんですけど、まあ、せっかく来たんでね、日陰にテントを張るととても心地よい風が入ってきます。はい、赤テントがふわっと上がってしまう。ちょっとね、地面に杭を刺せばいいんですけど、まあそこまでしなくていいかと思って、ちょっと今刺してはないんですけどね。はい、こてつの後ろ姿です。ちょっと人がいたりね、子供がいたりするんで、キョロキョロしてます。はい、はい、こんな感じでテントを立てています。こてつと一緒にくつろいでいるところです。見ての通りだいぶハーハー言うてますんで、もしかしたらね、ちょっと体温上がりすぎてんのかなと思うんですけど、まあ、そんなね、暑いところとかね、通ってないし、直射日光当たるとか来てないんですけどね、まあ、せっかくテントも立てたので、もうちょっとゆっくりしたいと思うんですけど、はい、意外とこういう広いところでもね、バーッと走っていかないので、どっちかっていうと寄ってくるんでね、追っかけなくて済むのでいいんですけど、降りた瞬間はね、バーッと走っていこうとするんですけど、すぐ疲れちゃうんでね。はい、ということで、こてつと自然とテントです。はい、まあ、こてつを連れてね、旅行したいなと思うんですけど、結局犬連れて泊まれるとこがないとなると、キャンプしかないかなとか思ったりもするんですけど、あんまりね、道具とかちょっと全然揃ってはないんですが、あとコンロ関係ね、昔日月チャンネルでもあげましたけど、何個か買ってみてね、持ってるんですけど、まあ、夕方とか夜やったらね、ランタンのランプも買ってあるんですけども、ちょっとこてつを連れて設営できるのかという非常に悩ましい問題があるんですけど、まあ、箱に詰めてね、ガラガラって引っ張ってきて、でこてつをとりあえずどっかへ繋いだらいけるのかなと思うんですけどね、また、やってみたいなと思います。はい、ということで、今日はこてつとお散歩でした。それではバイバイ。